どうだ、3だ。まあこれはしょうがないな。はい、待て、ここでさ、あー、2との差がわずか3個。はい、ここでシャドウスターがリトルスターに変わるね。これはちょっと嬉しい。ルート上のすべてのシャドウスターがリトルスターに変わってしまいました。タイム、ここでデイジーは頑張ってほしい。1、2、3。なんでだよ、3。なんでここで1、2、3使うんだ。おいおいおい、何考えてるのかわからん。コンピューターなんだから。ガハハハ、お待たせ、クッパ様の時間なのだ。キャプテンデイジー、これからお前の身に何が起こるのか、クッパルーレットで決めるのだ。わ、待って。リトルスター半分没収はあれだと思うけど、全員のアイテムサイコロ没収？待って、今誰かサイコロ持ってた？よし、全員のアイテムサイコロ没収に決まったのだ。え、なんだなんだ、お前たちの持っているアイテムサイコロを全部没収するのだ。むむむ、誰もアイテムサイコロを持っていないではないか。アイテムサイコロ没収はなしなのだ。あー、結局。まあとりあえず何も起きなくてよかったね。はい、次のこのこ、待って、4か5が出たらアンラッキーマスト2だ。わー、きつい。ここでアイテムサイコロ4、5、6。おや、ミニゲーム。さあ頑張っていきましょう。待って、次ヘイホーが確実に10個来るからね。できればデイジーやノコノコにも頑張ってもらいたいところ。よし、いきます。スタート、こう、オッケー。焦る人ほどこういうのは慎重にならないのよ。いけけけけ、今度は逆回りにして、あー無理だった。 OK、 ナイス。よし、ダム、デイジー、デイジーがこれ勝った。おー素晴らしい。おや、ヘイホーミスりまくってるね。はい、ていうか4位のダイヤちっさ。1位のダイヤが大きすぎる割には4位がめちゃくちゃちっさいわ。オッケー、ということでこれでなんとか差をつけたいところですが、オッケーオッケー。おお、ここで1位同率だ。さあここで何が来る。3。おい、ハブリー、何やってんだヘイホー。アンラッキーマス、やってんなこれ。うん、どーい、おい、これ全員巻き込んでるんだからな、これ。わー、はい、ヘイホーはリトルスター3つ失った。渦潮に巻き込まれてしまいました。ここでは先に進んでも渦潮の力で2マス戻されてしまいます。あ、待って、4か6が出ればあれか、ダッシュマスがあります。止まるともう一度サイコロを振って移動しますよ。ダム、4か6、頼む頼む頼む。1、全然ダメだ。アンラッキー、あー、マイナス3。はい、デイジースタート。あ、ここは特に何もないんだ。5。はい、ここで、はい、移動するね。タイム、5以上出し脱出してくれ、ここから。ナイス、デイジー、こういう場面ありがとう。こういう時に肩代わりになったわ。はい、ここで、さあここで何かがもらえるかだよ。お、リトルスター3つ、リトルスター3つ。いや待って、ここで1位、
なんとか踊り出てるね、レイジ。はい、のこのこスタート。ここで4、5、6。4、5、6で4。4進んで、どっちに行く？上。上行くんだ。おー。はい、こう来て、サイコロ回す。0、1。おや？ここで、2ゲーム。2ゲーム来るんか、結局。さあ、ここで、あっち向くな、ほい。出た。大好きです、このミニゲーム。これはね、とにかくね、これあれなんだよな、これ、矢印が出てない方向に向くこと。これマジおもろいから。だってこれはマリオパーティー100にもありますからね。スタート！待て、でもこれ十字ボタン操作じゃないのがちょっときついな。ここで、はい、右。はい、ここで今左を向いたら、ミスになります。得点が入りません。はい、もう一度右。ちょっと。こういう簡単な問題で、つまずかないで。OK。ちょっと待って、やっぱりヘイホが強いんだわ、これ。はい。いいね。お、ここでデイジー正解していく。待って、のこのこまだ正解してないぞ。よし。お、ここでようやくどこどこか、初めての正解だ。上かした。まあ、これは簡単だな。さあ、ここからまた難しくなるぞ。右だ。OK。あと3問。左だ。任せろ。これもマジでやってるから。100で。上！ OK！ いいね。ラスト！右、OK！ フィニッシュ！ということで、これで全問正解パーフェクト。ヘイホーでも5か。やっぱりなぁ。やっぱり2位取ってくるんだよ。それでもまだ1位には追いつけない。さあ、ヘイホースタート。さあ、ここで何が出る。1ということは、おい、ここでシャドウスターに変わっちゃうよ。待って、ここで待って6が出たら一気にこれマイナス15だぞ。おい、なんでこんな時に出るんだよ。マイナス5。マイナス5はまだいいけどさ、マイナス10。ヘイホー、これはヘイホーが悪いだろう。てか、ちょっと待って。01。運が悪すぎる。待って、でもその次もまたマイナス10あるからな。5。うわ、待って。はい、ここでラストチャンス。皆さん、今回の冒険もあと少しですね。ここで途中経過を見てみましょう。はい、現在はこんな感じ。今、デイジーが1位なんですよ。まあでも、ヘイホーが1位でなければいいんで。はい、やっぱりこの展開来るね。まあ結局、ハイを選ぶんだ。コンピューターは。はい、4マス。はい、あと5マス進みます。あと5マス先？ってことは、待って、クッパマスじゃん。わー、マイナス10はでかい。待ってさ、ここで、本当にこれ、まだ、これ誰が勝つか分かんない状況になってきている。待てよ。ビリにリトルスターを5個渡せ。待って、今ビリって誰だっけ、のこのこ。よーし、ビリにリトルスターを5個渡せに決まったのだ。では、キャプテンデイジーから、ビリののこのこに、キャプテン、リトルスターをプレゼントなのだ。はい。まあでも、ここしか変わんないか、言うて。はい。こうなりました。やーはは、これで少しは面白くなるだろう。さらばなのだ。うわ、待ってくれ。
今39個か、俺も今。さあ、のこのこスタート。ここで来るのがゆっくりサイコロ。さあ、何が出る ?5。5はなんだ?あ、キャプテンイベントを通り越したけど。あ、リフトンが集まってきました。どうやらついてきてほしいみたいですね。おお、こっちについてきてるね。はい、キャプテンはプラス3かな。入った。ここはスターラインです。ラッキーマスに止まると中央のリトルスターが手に入ります。誰かが中央のリトルスターを手に入れると元の場所へ戻ります。さあ、ここでダッシュ。待って、ここでどこどこ来る可能性あるけど、あーだもな。はい、プラス3。ダッシュマスか、サイコロマス。だからもう意地でもこういうのは出してほしいという感じなんでしょうか。はい、ヘイホースタート。待って、ヘイホー2出すな、頼むから。4だ。 OK、 まだセーブ。待って、できれば、もう本当に、あ、待って、もう、マジで、もうみんな僅差だ。はい。ゆっくりサイコロ ?2 で出る、2で出るんだ。さあ、マリオスタート。キャプテンマリオ、6が出れば、たくさんのリトルスターを一気にゲットですよ。よし、行け。ここで、6。OK、有言実行。OK。ここで来て、はい、ここで1位。はい、さらに折って、さらに折っていく。よし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 、いいぞ。はい、ここで来るのが01。再びさあ、レイジ。さあ、ここで来るのは66。はい、ここで3つ手に入れて、はい、さらに3つ。あ、ここでマリオと同率になった。さあ、ここでサイコロ出るのが123。さあ、次のこの子、もう本当にね、兵法にだけは、兵法だけはダメ。待って、はい、ここで3位が同率。3位ダッシュ。5が出ればもう1回ダッシュできるけど、1。まあ、待ってさ、これさ、ヘイホー、これゆっくりサイコロで止まってくる可能性あるな。大いにある。456。さあ、どうする。あ、456捨てるんかよ。バム、ゆっくりサイコロ使うな。うわ、使う。うわ、うわ、3使ったわ。うわ、やばい。ちょっと待って。うわ、やっぱりこういう時にゆっくりサイコロはあれなんだよ、マジで。待って。兵法がラッキー。うわ、こういう時ぐらいゆっくりサイコロ出ないで欲しかったわ。おめでとうございます。リトルスターを10個入手しました。さあ、元の場所に帰りましょう。あー、戻されてしまいました。マリオスタート。パマスがあんなに1とこだけは出しちゃダメですよ。待って、これどうやってもこれゴールはできないね。さあ、どうだ。1。ちょっと待って、もうなんでこんなことになる。まずいな。さあ、何が来る。うーわ、待って、マジでリトルスターハトルポッシュだけは嫌だわこれ。ダム、お願い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 、リトルスター半分でバトルミニゲーム?急に恐ろしいことするね。よーし、リトルスター半分でバトルミニゲームに決まったのだ。わー、やばいなこれ。それでは全員のリトルスターを半分ずつ集めるぞ。はい、これで、ね、おー、全部で98個か、随分集まったな。集めたリトルスターはバトルミニゲームが終わったら返してやろう。さあ、熱く激しくバトルするのだ。1位が49個。これは結構大量にゲットするチャンスですね。これは絶対負けないぞ。
よーく聞けよお前たち。今回は大会に人間も選ばせてやるんだ。今のところ大会はどいつだ。ノコノコか。これに勝てばリトルスターがいっぱいなのだ。派手にやり合うのだ。よし行くぞ。カウントクリボー、これはマジで得意。もう今回はピタリ賞を狙いましょう。スタート。行きます。瞬き禁止。まあ大丈夫だと思うけど。落ち着け。まだあんまりこういうの喋りたくない。そろそろ終わりか。これぐらいよ俺は。フィニッシュ。35 39 40 40。あこれぴったりいったんじゃねえのか。これオッケーということでパーフェクトですね。わあ待って、なんでよ。はい、わあ待って、これさ、これ3位が同率だから、これあれなんだけど49 29 99。うわー、そう来るのか。マジか。やっぱりこういうの派手にやんないといけねえよな。おっと、余ったリトルスターが2個もあるのだ。これはご覧がいただいておくぞ。ガハハハガハハ。これで少しは面白くなるだろう。まだまだのだ。やけに急に面白いことしてくるじゃん。たまにはこういうのやってくるね。 OK、 これで49個手に入ったから一気に逆転していく。73。さあ残り、おっと123で、これラッキー狙うつもりか。3だ。再びラッキーアイランドに来る、行く。はい、あ待って、もうさっきは兵法が10個手に入れたから、もう今度は兵法には来らせないようにしよう。ゆっくりサイクルが強いんだわ。さあラッキーアイランド、はい、6は、はい、プラス3。はい、ここで3にプラス3。はい、ここでサイコロ。まあ外れがないからね、ここのラッキーアイランドは。さあノコノコスタート。おお、ここで456を使っていくのか。66が出た。ここでプラス3、そしてここでもプラス3。おお派手にやりやすくてね。はい、さらにここでサイコロ、ここで出るのが01。まあ俺ほんと01いらねえんだけどな。2が出たらダメだな。2が出たら届く。2、おい、なんでだよ。ちょっと待て、おい、結局あいつが手柄を横取りしよった。おい、これでお前だけで20個以上手に入れてるからな。あ、でもあと3マスでボスバトルだ。皆さん準備はいいんですか。あのマスがボスバトルバスです。このステージ最後の戦いに上がっています。クッパーでしたを倒し、ジョースターを取り返しましょう。行くぜ。3以上1。なんでだよマジで。ちょっと待って、こんな時に絶望いらねえから。待って待った、ちょっと待って、こういう時さ、クッパ革命が一番いいと思うんだよ。クッパ革命とあと全員のアイテムサイクル没収が一番いいと思うのね。うわ待って、ここはマジでちょっと運だわ。リトルスター半分没収だけはマジでダメ。お願いします。ちょっとね、ここで負けたらシャレになんないから、本当に頼むから。もうこれね、出ると思う。リトルスター半分没収。
でもね、こういう祈りをやるときに出ると思うんだよ。まあでもとりあえずここは一か八かするしかない。お願いします、お願いします。あビリにリトルスターを10個渡せ。まあでもいいかこれね。よし、ビリにリトルスターを10個渡せに決まったのだ。それではキャプテンのこの子からビリのノコジコリリトルスターをプレゼントなのだ。やばいな。まあガハハ、これで少しは面白くなるだろう。さらばなのだ。あーでもリトルスター半分没収出なくてよかった、本当に。はい、次デイジー。あーでもこれでデイジーが B になったね。5。うわー、キャプテンに泊まりたかったよー結局。さあここでクッパお出ましだ。今回何回目の登場ですか。よく来たな。お前たちにはこれ以上リトルスターを渡さないのだ。我が輩の生かしたてしたゲストにお前たちを倒してもらうのだ。さあ来るぜ、 VS ゲスト、頑張りましょう。ゲストを大砲で撃ちダメージを与えましょう。ウニラを投げてきたら大砲で打ち返して自分への狙いを外しましょう。ウィーリモコンを縦に持ち、ポインターで照準を移動して A で弾を発射します。よし、行きます。頑張りましょう。もう本当にやけに今回マジで時間かかってるんだよな。もう収録そろそろ1時間経ちそうなんですが、まあもう50分経ってるんだよ確実に。落ち着け、ちょっと待って、あ、なんだやばい、あー当たらなかった。いけまずいな。 A 方がやけに有利なんだけど今7787。まずいな、 A 方だけが多い。あダメ、あぶねー、ちょっと待って、まずいな。はい、バレバレ。 OK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  危ない。そう、マイナス1。オッケー、こう来て、あ、ラストはデイジーだ。フィニッシュ。あ、でもこれ勝ったのでは本当に。はい、わー、でもこうなったのか。でもこれでマリオとデイジーが1位。はい、ここでマリオとデイジーは15個、でかいね。そして1位のキャプテンには8個。うわ、多いねやっぱり。マリオさんの活躍でリトルスターを取り返すことができました。結局マリオの活躍なんだここは。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。結果発表です。リトルスターを一番多く集めた人がスーパースターになりますよ。それではここで最後のチャンス、ボーナススターの発表です。最初のボーナススターはランニングスターです。さあここでランニングスター来るのがデイジー。デイジーね。次はマイナススター、まあマイナスターか。はい、ここで来るのがマリオ。だってあれ来たからね、一気にマイナス15押しだったから。ラストはルーレットスター。待って、せめてルーレットスター誰か止まった、マリオ。オッケー、それでは最終結果の発表です。今回一番多くのリトルスターを作ったスーパースターは、はい、ここで来るぞスーパースター。さあ誰が来る。まずはノコノカゴシル。待って、誰が2位だ。デイジーが2位、あ、デイジーが3位か。ということでマリオの勝利。88個のリトルスターを集めたマリオさんです。おめでとうございます。88個。結局負けないよなマリオは。あ、スーパースターのマリオさんの活躍でリトルスターを追加しましたね。マリオさんはこれで4回目のスーパースターですね。さあ次のステージもたくさんリトルスターを取り返しましょう。
うわでもこれでマリオ、ヘイホーで13個差きたね。もう本当にね、マジでこれはね、僅差の時もあったから、これマジで誰が勝つか分かってなかったよ。ルードで失ったリトルスター数23個もあったの。ちょっと待って、イベントで手に入れたリトルスター数ゼロ？俺なんでだよ俺は。てか待って、これさあれなんだけど、てか俺が食ってか、レイジーもミックバース2回止まってたのか。シャドウスターマスに止まった回数、でもさなんか今回アンラッキーなことばっかり起きてたような気もするけど、それは気のせいですか。さあここで現在320個、あそれでも今2番目に多く集めたのか。よし、次がパニックボルケーノ、火山のマップですね。なんとか頑張っていきたいと思います。とりあえずあと何個集めればいいんでしょうか。あと150個ぐらいはいきそうですね、この調子でいけば。よし、じゃあ次回はパニックボルケーノやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、それじゃあTwitterのフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。